僕の知る限りは例のニューヨーク の, その難民サミットの時のロイターと NPR の記者のついでにっていう質問が 2問だけ、うん、でその2問の答えが見事に あの人に本当にアドリブで答えさせるとまずいな、まあ、質問の意味さえもどうも理解してないようだっていう答えが出ちゃうってことが分かったんで、官邸官僚の方々は絶対にもうそれは二度とそういうことを起こしてはならないということで、徹底したっていうことだと思います、うん、しましたってことを